ウィリアム・アンダーソンウィリアム・アンダーソンはイギリスの医師である。1873年に日本海軍の招きで来日し、海軍軍医療で海軍軍医教育に当たった。日本美術のコレクションを作ったことでも知られる。ロンドンの小ッ地で生まれた。アバディーンなどで医学を学び、セントトーマス病院でジョン・サイモンやクラークの下で働いた。1873年に 日本海軍の招きで来日し、海軍軍医療の解剖学、外科学の教授となり、軍医の養成を行った。後に、日本政府から朝日省を受訓した。1880年に帰国し、セントトーマス病院の外科医補になり、解剖学の上級教員になった。1891年にロイヤルアカデミーの解剖学教授となった。 1898年に比較血管種の患者の報告したことでも知られ、この遺伝病のアンダーソン・ファブリー病には彼の名前が付けられている。この間日本美術の収集を行い、多くの版画や絵本を集め、その時代のヨーロッパで最も優れたコレクションを作り上げた。後にこのコレクションは大英博物館に売却された。1891年に、 ロンドン日本協会が設立されると初代理事長となった。ありがとうございます。